大群だな。まあでも心配いらないよ。最近やけに多いけど、ここの結界は丈夫で破られたこともないしね。外の魔物だってギルドが撃退。結界が消えた？一体どうなってんの？魔物は来てるのに。ったく、行く場所行く場所厄介事起こりやがって。なんかついてんのよあんた。かもな。ユーリ、魔物を止めに行きましょう。魔物が来た途端に結界が消えるって、この町一体どうなってんだ。生まれた時からダングレストにいるけど、こんなこと僕も初めてだよ。その初めてがなんで私らが来た時に起こるのよ。僕に惹かれたってわからないって。おいおい、なんかついてるなんて話本気にしてんじゃねえだろうな。
手遅れです。ちょっとどいて。これならなんとかなるかも。リタ危ない、後ろ。結界は直させんぞ。ったく、ほんと次から次に。もう排除排除。そうか、そうか。届けなくてもらって、体が一致。乱暴なことしやがる。シルト・ブラスティアの不調はこいつらの仕業かよ。でもどうして。こっちも大変な騒ぎだね。なんだ、ドンの説得はもう諦めたのか。今はやれることをやるだけだ。それでシルト・ブラスティアの修復は。天才魔導士様次第ってやつだ。コアは残ってる。術師がじっと止めただけね。それにまたこの術式、レフミドの丘って。魔物の襲撃と結界の消失、同時だったのはただの偶然じゃないよな。おそらくは。お前が来たってことは、俺も帝国のゴタゴタと関連ありってわけか。わからない、だから確かめに来た。それが、これがこう。さすがリタ。よし、外の魔物を一掃する。外ならギルドも文句。魔物の方はフレンに任せて、俺らはユニオンにバルボスの話を聞きに行くぞ。フレンのこと信頼してるんですね、やっぱり。他が信頼できないだけの話だろう。比較の問題ってやつだな。時々ユーリの言うことは難しいです。この町にギルドってどれぐらいいるんだ。正確な数は知らないけど、ざっと100以上はいると思うよ。そんなにかよ。それ全部がユニオンに入ってんのか。ううん、全部ってわけじゃないけど、でもそうだな、9割くらいは入ってるかも。それのトップ張ってるってことは、ドンってやっぱ本当にすげえんだな。そりゃなんたってドンだからね。なんであんたが誇らしげ。ダングレストの雰囲気ってテートとはまるで違いますね。なんか街全体に活気があって、みんなが生き生きしている気がします。そりゃあね、ギルド最大の街だし、みんな信念持って生きてるから。エステルはダングレストが好き。はい、すごくいい街だと思います。ユリは。あ、結界が消えたりしなけりゃすげえいい場所なんじゃねえの。またそういうこと。冗談だよ、悪くねえと思うぜ。少し下町に雰囲気似てるし。
ユニオンを束ねるドン・ホワイトホースとはどのような人物なんです？とにかく大きい。声も体も態度も全部。見た目の話ならしなくていいぞ。俺らもう姿だけなら見てるから。だとするとそうだな。とにかくすごい人なんだよ。分かったか、エステル。カロルがドンを尊敬しているのはなんとなく伝わってきました。あとはちょっとだから。ドンは言葉で言い表せないくらいすごいってこと。まあ、そういうことにしとこうぜ。ドンに会って話したいことがあるんだ。取り五大ギルドに関係があることなんだ。見ない顔だな。どこって。あいにくドンは魔物の群れを追って。魔物の群れを。ああ、魔物の巣を。なるほど。ああ。ドンの手伝いをしたらドンに認め。しょうがねえな。町で情報を探るか。え、ドンの手伝いに行かないの？魔物の巣の場所知ってるのか？あ、そっか。手詰まりみたいだし、私警部モックの調査に行ってくる。そんな勝手に。面倒な仕事はさっさと終わらせたいの。けどそれならエステルも一緒ってこと？そうですね、アレクセイにはそう言いましたし。大丈夫ですよ、二人でもちゃんとやれます。そうもいかねえだろう。怪我でもされたら俺がフレンに殺される。いいのユーリー。あ、有力な手がかりもねえしな。なら決まりですね。ケーブモック大森林に行きましょう。
ケーブモック大森林とは偶然ってあるもんだね。そういえばフレンは何をしにダングレストまで来たんだろうね。帝国とユニオンは基本的に仲悪いから騎士が来ること